ハレリア、ハレリア、こんばんは、こんばんは、ハレリア、アメン、ハレリア、アメン。9時から配信してくださいね。もうちょっと考えさせてくださいね。もうここくらいしか遊ぶ場所がなくなっちゃった。ここくらいしか、ここくらいしか遊ぶ場所がなくなっちゃった。それはですね、正解なんですよ。皆さん、だんだん世の中つまんなくなります。もう遊ぶものがなくなります。それはなぜかというと、イエス様のことを知ること、イエス様のことを学ぶこと、もうこれしか面白いものはないんだということになります。世の中の面白いものがみんなですね、虚しくなり、世の中のね、楽しいことが楽しくなくなってきます。ですから皆さん、本当に面白いこと、本当に意味のあること、本当に興味をそそることは、イエス様のことだけになってきます。そういうわけで、ぜひ皆さん、本当に意味があるものをしっかり理解しましょう。多分多くのクリスチャンは、もう他の、放送なんかつまんない。ね。他の放送を見る気がしないというのが多くのクリスチャンの意見だと思うんですね。霊的な人は肉的なものはつまらないんですね。霊的に生きる人は肉的なものはつまらない。で、本当に面白いこと、本当に意味のあることは霊的なことなんだよということですね。霊的なことなんだよという、そういうことですね。それではですね。ニコ生でこの放送が一番です。ああ、嬉しいな。ニコ生でこの放送が一番です。信仰的に考えるとすぐわかる。霊的に考えるとすぐわかる。あ、小太郎さんありがとうございます。その狭いもんに入るものは稀だと書いたんですね。この世のあり方が広いもんで、信仰的なものは狭い道。狭いもんということなんですけど、肉的な人はですね、信仰的なものがつまらない。考えてください。ね。信仰のない人がですね、教会行ってもつまんないのは当たり前ですよね。信仰のない人が教会行って面白くない。だから、信仰のない人がこの放送を見てもつまんないんです。それは肉的じゃないからですね。なんか、あ、大さんこんばんは、ハレリア。この放送はですね、連動部屋はですね、肉的なことを提供しているわけじゃないんです。欲望をそそるようなことを話しするわけじゃなくて、信仰的な話をしますから、肉的な人はつまんないんですね。で、逆に信仰的な人は他の放送行ってもつまんないんです。他の放送は肉的なんですね。欲望的と言ったらいいか。だから、クリスチャンの人は他の放送行ってもつまらないと思いますよ。ですから、そこに霊と肉の違いがあるんだよということですね。で、もちろん、信仰的な方がいいんですね。信仰的で、霊的な方がいいんだよということですね。皆さんがもっともっと霊的になってほしい。もっともっと、信仰的な心、信仰的なあり方になってほしいということですね。でも皆さんね、誰でもこの放送にもう来てればですね、来てればだんだん、信仰的になってくるはずなんですね。最初はちょっと、面白くないかもしれませんが、ちょっとしばらくこう聞いてるとですね、だんだん耳からですね、こう御言葉の種が入ってですね、皆さんの心の中に御言葉が入ります。で、御言葉が入ると、信仰が芽生えます。そして信仰が芽生えると、霊的な食べ物。御言葉ですね。霊的な食べ物が美味しくなりますね。美味しくなります。ニコ生にはクリスチャンが少ないようですね。いや、だいぶ増えたんじゃないかと思うんですね。ニコ生にクリスチャンが増えたんじゃないかなと思います。じゃ、ちょっとね、アンケート取りましょうね。
今の時間ちょっとまだクリスチャン多いと思うんですが、イエス・キリストを信じてる方、一応信じてる方、まだ信じていない方、これから信じようかなと考えてる人が2ですね、一応アーメンと言って信じた方が1、まだ信じてない方が2ですね。はい、行きます。いいですか。信じた方が1、また信じている方、が1、まだ信じていない、これから信じるかどうかわからないけど今は信じてない人が2ですね。いきます。1、2の3。おお、まあこんなもんですよね。いやでもね、3割5分っつったらね、もう、あれですよ、大打者ですよ、大打者。3割5分っつったらもう大打者ですね。35% 多いですよ。日本のクリスチャン人口 1% 以下ですからね。第3王。日本のクリスチャン人口 1% 以下ですからね。35% っていうのは、これは多いんじゃないかな。去年あたりは 30% ぐらいだったかな。5% アップしたということでしょうかね。来年になったら 40% だし、来年になったら 40% なるかもしれませんね。はい、それではですね、今日のタイトルいきますね。今日のタイトルは、愛は裁かず。いい言葉ですね。愛は裁かず。これはですね、この愛は裁かずっていう本があるんですよね。本。ちょっとどこ貼っとこう。愛は裁かず。伊藤重平っていう方がいるんですね。その伊藤重平っていう方が書いた本で、愛は裁かずっていう本がありまして、この人はですね、水谷さん、夜回り先生っているじゃないですか。夜回り先生。この人、この伊藤重平っていう人も、まあ、昔の夜回り先生みたいな人で、いろいろ非行少年、非行少女を助けた人なんですね。で、多くの、まあ、非行少年、非行少女は、結局、親の愛を受けないで、まあ、ひねくれちゃって、そして悪の道に入っちゃったわけですが、まあ、伊藤重平っていう人がですね、その、非行少年とか非行少女を、まあ、どうやって、まあ、更生させるかということで、もちろんこの伊藤重平っていう人はクリスチャンですね、クリスチャン。で、その、彼がですね、イエス様の教えに従って、ね、そういう非行少年、非行少女を裁かないでね、裁かない、もう悪いことしてるんですよ。悪いことしてる非行少年、非行少女を裁かないで、愛してあげたという、愛することによって、その、非行少年、非行少女が更生していく、そういうことを実践した人なんですね。伊藤重平。で、その時、まあ、今から20年ぐらい前かな、がんかなんかで亡くなった方、もう多分亡くなったんじゃないかと思うんですが、もうかなりの年配の方で、20年前にこの方のメッセージを聞いたときですね、まだ私は未熟でですね、反発したんです。愛って裁かないの？悪いことしたんだったら、ね、悪いことしたって悔い改めさせた方がいいんじゃないかと。私はですね、まだ未熟だったので、この愛は裁かずという、そのね、ことをよく理解しないで、悪いことしたら悔い改めさせた方がいいんじゃないかっていうような感じで聞いてましたけど、今思うとですね、本当に愛は裁かずというのはですね、まさにイエス様がされたことですね。イエス様は、罪人を裁かないで、許そうとしたのが十字架ですね。罪を犯した人間をすぐに裁かないで、許したという、十字架はイエス・キリストを信じる者を許すということで、愛は裁かず、ね、もちろんね、最後の審判の時は裁きますよ、最後の審判の時は裁きますけれども、今この恵みの時代と言ったらいいのかな、救いの時と言ったらいいのかな、今は、この神様が私たちの罪を裁かないで、この許しているということですね。許していること。ですから、大事なのは、私たちは今、裁かれていない。裁かれていない。
ね、この愛されている、許されているということを理解しなきゃいけないということなんですね。愛は裁かずですから、そして私たちクリスチャンもですね、罪を犯す者を許しなさいというふうに言われています。ですからクリスチャンは、誰か悪いことをした人をすぐ裁かないで、許すということをしています。つまりクリスチャンはある意味では目に見えない神様の代理人という感じでしょうか。クリスチャンは人を裁かないで人を許すということを命令されています。つまり、目に見えない神様の代わりにクリスチャンが人を裁かない人を許すというそういう働きをしているということですね。ちょっと忘れない前に言いますが、8時からリレー放送がありまして、犬さんのリレー放送があります。一応貼っときましょうね。犬さんが今日からね、あの新約聖書、今まで旧約聖書を説明してましたけど、今日から新約聖書に入るそうですね。ぜひ皆さん、あの8時から犬さんの、伝道放送を見てください、ね、旧約犬さんよろしくお願いします。8時からリレー放送があります。はい、それでですね、結局今日の私が言いたいことは、神様はですね、イエス様って言ってもいいかな、イエス様はですね、ものすごく優しい方だということですね。紳士ね、よくあの欧米の人はレディーズ&ジェントルマン、レディーズ&ジェントルメンっていうかな、まあ紳士淑女って言いますが、まさにですね、クリスチャンは、紳士であり、またイエス様が紳士と言ったらいいのかな。クリスチャンの方々は優しくて礼儀正しくて、ね、柔和で、紳士でなきゃいけません。それは形式的な紳士ではなくて、心が紳士になるからですね。で、それはイエス様が紳士だからですね。イエス様が紳士だからクリスチャンも紳士になります。もし皆さんがですね、紳士になりたかったら、紳士淑女になりたかったら、クリスチャンになれば紳士淑女になれます。クリスチャンになることによって紳士淑女になりますね。で、イエス様は心、ご自身のことを心優しくへり下っている。心優しくへり下っている。ね。謙遜で優しいと言っているんですが、そして、クリスチャンもイエス様の弟子です。イエス様から見習って、心優しくへり下った人格を身につけることができます。そして、油注ぎですね。この油注ぎによって御霊の実を結んで、そういう人格が身についていくと思います。それでですね、イエス様はそういう本当に、暴力を振るったり、なんか人を脅したり強制したりするような方ではなくて、本当に、素晴らしい方で優しい方だということです。その優しい方が結局今多くの人たちに何を思っていらっしゃるかというと、一人でも救われてほしい、一人でもイエス・キリストを信じて、悔い改めてほしいというのがキリスト教なんですね。そして、イスラム教はね、なんか片方に剣で片方にコーランとか言って、イスラム教を信じないと殺すぞみたいな、そういうやり方みたいですけども、キリスト教の場合には、その本当に一人一人の自由意志を尊重して、強制しないで、脅さないで、押し付けないで、ね、この一人一人が本当にこの自発的に自由意志でね、自発的に自由意志でイエス・キリストを信じるように、待っているというか招いているというか、
これがキリスト教なんですね。キリスト教、つまりですね、十意志を尊重している。でこれがまさに愛なんですね。愛というのは、押し付けではなくて、愛というのは無理強いではなくて、愛というのは相手の意思を尊重して自発的な、ね、ものとして対応していく。つまり、信じることを勧めるけれども、イエス・キリストを信じることを勧めるけど押し付けない。イエス・キリストを信じることを勧めるけど脅さない。まあ、時々地獄行くよと脅してますけど、あれは脅しじゃなくて警告ですね。警告ね。脅しと警告と違うんですね。そして、私たちクリスチャンも、あ、クルスさんこんばんは。ずいぶん大勢来てくれましたね。クルスさんこんばんは。こんばんは。まあ、そういうわけで、紳士というのはそういうもんですよっていうことですね。紳士というのは脅さない。ね、無理強いしない。押し付けない。ね。いつも優しく、いつも礼儀正しく、相手の意思を尊重して、ね、信じることをこう願うし、祈るし、進めるけれども、優しく対応していく。これがですね、クリスチャンのやり方であり、またこれがイエス様のやり方です。ですから、兄弟姉妹の方々、ね、ぜひ紳士として伝道しようではないでしょうか。そして、イエス様は、長い時間をかけて、カズノコさん、ハレルヤ、コタロウさん、クリスチャンは思いやりの塊です。アメン。今、イエス様は時間をかけて、一人一人が悔い改めて、一人一人がイエス・キリストを信じるように、待っているというか、ね、待っている。イエス様は一人一人が信じるように待っている。そういう感じでしょうかね。はい。イエス様が全てです。人間だからキリちゃんも入信を待ち望んでいることを見えています。いや、待ち望むことはいいんですよ。一人でもね、クリスチャンになってほしいと待ち望むのは待ち望まなきゃいけないと思うんですね。ただ、やり方ですね。やり方が悪いやり方ではいけないよということですね。正しいやり方。愛のあるやり方。相手に対してですね、非常に礼儀正しいやり方が必要だということですね。ちょっとそこのところ、言葉を見てみましょうね。第2ペテロ。3の9、第2ペテロ3の9。9。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ね、こう、なかなかイエス様は再臨されませんが、その再臨を遅くしているのは、決して、ね、イエス様が来ないということではないんです。それは、忍耐深いということと、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるから、再臨が、遅れているように思うわけですね。つまり、このイエス様がこの再臨しないということは、まあ、一人でも救われてほしいからですね。一人でも救われてほしいから、イエス様の再臨が遅くなっているわけです。つまりこれはですね、愛なんだということですね。イエス様は愛です。イエス様は皆さんを愛しているのです。愛しているから、イエス様は忍耐強く、ね、忍耐強く一人でも悔い改めるように待っているということです。待っている。
一人でも悔い改めてイエス・キリストを信じるように待っている。それは、イエス様が今来たらですね、信じてない人はみんな、地獄行っちゃうわけですね。今イエス様が来たら多くの人が地獄行っちゃうので、それは御心ではない。イエス様は一人でも救われてほしい。ですから今イエス様は待っていて、でクリスチャンが伝道するのをね、クリスチャンが伝道するのを、この待っているというか、クリスチャンが伝道するのを見守っているわけです。それはクリスチャンが神イエス様の代理人で、イエス様の代わりに伝道している、イエス様の代わりに御言葉を述べ伝えている、クリスチャンが伝道していることをイエス様は見守っているんですね。そして、時間がかかるのはね、時間がかかるのは本当に忍耐強いからです。イエス様は罪を嫌っています。イエス様は悪に対してですね、本当に苦しんでると思います。神様ですから、そういう悪を見たくないし罪を見たくないんです。イエス様は最後のお一人をも救います。そういうわけで、神様は今この世界を愛しているので、今時間をかけて招いているのです。イエス様は一人でも悔い改めて、イエス・キリストを信じるのを待っているのです。そして、クリスチャンが伝道するのを待っているのです。イエス様は全ての人を招いているのです。招いているけれども、信じる者は少ないのです。神は愛なりという言葉がありましてね、神は愛なりで、神様見えないじゃないですか、ね、見えないからいないわけじゃないんです。で、多くの人は、神の愛を感じることができません。神が愛してるってことがわからないんですが、クリスチャンを通して、神の愛を感じることができるようになっていくので、クリスチャンはそういう意味では、苦しめられたり迫害されたりするかもしれないけど、愛を人々に示していくのがクリスチャンと言ってもいいでしょう。目で見るのではなく心に感じるのです。アメン。神様を目で見るのではなく心で感じる。イエス様は救い主。クリスチャンの方々が、神の愛を表していく。神様の愛を表して、人々は神を知っていくということになるでしょう。そして、今日私が言いたいのは、今、神様は皆様を愛しているんだ。愛してるから忍耐してる。愛してるから待っている。愛してるから悔い改めるのを、自発的に悔い改めるのを待っている。愛してるから、裁かないで待っている。つまり、すでに今すべての人が今愛されているということですね。愛されている。神様に愛されている。イエス様に愛されている。すべての人は今愛されているのです。しかし、その愛は、人々が救われるためであって、悔い改めてイエス・キリストを信じて、救われていきます。愛されていても悔い改めなければ、愛されていても信じなければ、愛されていても神に気がつかなければ、結局救われないわけですね。でも皆さん、ぜひ知ってください。今すでにもう愛されているのです。そしてイエス・キリストを信じるならば、もっと愛されるのです。
そしてこの、愛は、今皆さんが愛されている愛は永遠ではなくてですね、イエス様の再臨の時までですね。イエス様の再臨の時にはもう手遅れですね、手遅れです。今がチャンスですね。今がチャンス。今愛されているのです。そしてイエス・キリストを信じる者は永遠に愛されるのです。イエス・キリストを信じる者は神様から永遠に愛されるのです。永遠に愛されるのです。永遠に愛されるのです。クリスチャンは神の愛を知ったものと言ってもいいかもしれませんね。クリスチャンは神の愛を知ったものがクリスチャンと言ってもいいかもしれませんね。神様の愛、神様の愛、私たちは今愛されてるんだということですね。クリスチャンの方はもっともっと愛されてほしいのです。もっともっと愛されてほしい。イエス・キリストを信じるならばもっともっと愛されるのです。十字架を見るとき神の愛が流れてきます。十字架を見るとき神の愛が流れてきます。次枠もやってください。素晴らしい放送です。涙で画面が見えません。わお、ハレルヤ。カリスマ派は油注ぎというふうに強調します。心が楽になりました。でこの油注ぎというのはまさにですね、愛を受けるみたいな感じですね。皆さんが油注ぎを受けるということは愛を受けてるんだよということですね。イエス様を信じたら油注ぎを受けます。それはまさに愛を受けてるんだ、愛を受けてるんだ、神の愛を受けてるんだ。油注ぎを受けるというのはすごいことなんだ、すごいことなんだ。神の愛を受けてるんだ、ね。神の愛を受けなければ虚しくて弱くて、苦しいのが人間ですが、皆さんがイエス様を信じて油注ぎを受けるとですね、満たされる、喜びが来る、平安が来る、まさに愛されている。で世の中の人はですね、例えば恋愛を求めたりね、恋愛を求めたり性欲を求めたりしていますが、それは肉的なんですよ。でその肉的な人はどうしても肉的なものを求めるんですが、神の愛こそ本物なんだよということですね。恋愛は偽物です、ね。そして性欲も本物ではありません。神の愛が本物なんですね。神の愛。これが本当に求めるべきものなんだよということですね。神の愛。それが本当に私たちが求めるべきもの。愛を受けるべきものなんですね。これは体験しないとちょっとわからないので、口で言ってもなかなかですね、ピンとこないと思います。皆さんがこの伝道部屋で油注ぎを受ければ、だんだんわかってくると思います。そして、求めれば求めるほど受けるのです。求めれば求めるほど神の愛を受けるのですね。そして、神様はすべての人を愛そうとしている。紳士なんだということですね。黙示録のですね、3章に、よくここでやる言葉なんですが、3章の20ね。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私のと共に食事をする。勝利を得る者は私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。イエス様は紳士です、ね。無理やり戸は開けて人の心の中に入ってきません。皆さんの心の戸をイエス様が叩いているのです、ね。開けなさい、一緒に食事をしよう。心の扉を開けなさい、一緒に食事をしよう。
イエス様は真摯ですね。皆さんの心のドアは無理やり開けません。皆さんが自発的にどうぞ主よ、どうぞ私の心に来てください、一緒に食事をしてください、そういうまでイエス様は、戸の外に立って叩いているのです。イエス様は、全ての人の、心の戸の外に立って叩いているのです。クリスチャンはそのノックですね、トン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 というノックを聞いて、あ、イエス様がおられる、ね、そしてドアを開けて、イエス様どうぞお入りください、こんな むさ苦しいところに来てくれて恐縮ですイエス様、でも感謝します、お入りください、一緒に食事をしてください、一緒に食事をしてください、イエス様と一緒に食事をする、なんと素晴らしいことでしょうか、ね、イエス様と一緒に食事をする、わお素晴らしい、私たちの心の中に神様が来てくれる、私たちの心の中に、本当の神様が来てくれる、なんと光栄でしょうか、なんと素晴らしいことでしょうか、ね、誰でも来てくれるんですよ皆さん、クリスチャンだけではありません、皆さんの心の中にも来てくれるのです、皆さんの心の中にも来てくれるのです、皆さんの心の中に神様が来てくれるのです、イエス様が来てくれるのです、戸を開けましょう、ね、イエス様のノックが聞こえませんか、イエス様のノックが聞こえませんか、戸を開けましょう、戸を開けましょう、ね、心の扉を開けましょう、アメンアメン、イエス様が来てくださいます、福音のチャイムが鳴っています、心のドア開けましょう、イエス様を歓迎しましょう、イエス様を歓迎しましょう、それが信仰です、それが信仰です、イエス様は私たちを愛しておられるのです、イエス様は私たちを愛しておられるのです。今日の英語はですね、これですね、ルカの6-30、ルカ6-30、 Give to everyone who asks you、 短いね、 Give to everyone who asks you、 Give が与えるでしょ、 Ask は求めるでしょ、あなたに求めるものに与えなさい、求めるものには与えなさいっていうのが訳かな、求めるものには与えなさい、 Give to everyone who asks you、 求めるものには与えなさい、Give to everyone who asks you、 ねえ、この求めるものには与えなさい、すごいすごい命令ですよね、求めるものを与えなさい、わお、すごいチャレンジですね、チャレンジ、どうして、ね、求めるものを与えるんですかという、まあ、理由なんですけど、まあ、いくつか説明ができますね、まあ、一つは物よりも、ね、愛が大事なんだよということね、与えることは愛です、与えることは愛です、物よりも人を愛することが大事だよというのが一つの答えですね。そして、受けるよりも与える方が幸いという御言葉もありますね。受けるよりも与える方が幸いという御言葉があります。また、イエス様は十字架で私たちに一番大事な永遠の命を与えた。ね、イエス様は、私たちに一番大事な永遠の命を与えた。だから私たちも与えるものにならなければならないという、それが説明の一つですね。はい、それじゃあ、明かしタイム行きましょうかね。明かしタイム、愛は裁かず、愛は裁かず、
私たちはすぐ人を裁いてしまいますね。愛のないものです。愛のないものです。ですから私たちは、イエス様から愛をもらって、イエス様から愛をもらって人を裁くものではなくて、人を許すもの、人を愛するものになりたいのですね。イエス様の愛を知った証、イエス様の愛を感じた証、スタート。イエス様の愛を知った証、感じた証、スタート。妻の浮気を許せるようになりました。イエス様の愛をもって悪を制する。愛さずにはいられない。求めをさらば与えられんという言葉を聞いて積極的になりました。悪霊が出ていきました。十字架をして悪口を言わなくなりました。NG にされて自分は間違ってると分かった。素直な気持ちになれました。愛を知って歯ぎしりやみました。イエス様と共に生きていきます。会社の嫌な上司を許せるようになりました。彼女と別れてイエス様を愛することに決めました。イエス様の愛でリバイバルが近づいています。ギャンブルやめました。私自身バカな生活を送ってましたが救われました。人をさばいていた。今は寿司屋でマグロをさばいている。返信をしない友達を許せました。悪コメを書いている自分が恥ずかしくなりました。ハレルヤ。愛のままにわがままをやめました。許すことは神の知恵です。最近気づかない領域で人をさばいていたかもしれないと気づきました。愛を与えたらその人も愛を与えることができる。キューちゃんですら愛せるようになりました。許すことの意味をやっと最近理解することができました。裁くと砂漠のように貧しくなると知りました。福音派の人を裁きません。宣言したい。今こそ誓います。愛が全てです。キューちゃんみたいな紳士になりました。ありがとうございます。キューちゃんを虐待すると罪悪感が湧きます。愛されるよう愛したいとマジで思いました。最近深く考えることをよく言われています。子供の幸せを願えるようになりました。イエス様の愛が一番綺麗。人が困っているのを見て助けたい気持ちはあります。イエス様に感謝しています。日々若くなっているのを驚いています。許し続ける人でありたい。仕事より愛です。愛を知った夜、一人で泣きました。苦しい時ほど愛は強くなります。深夜にハレルヤと叫ぶのが楽しくなりました。イエス様と愛が全てです。神様、今まで Q をディスっていてすまない。許しますよ。もう福音屋のことをディス
の言うのやめます。あ、なんか音がしてるんです。ごめんなさい。前にも電話、あの音がしましたね。ごめんなさい。マイクが原因かな。ちょっと原因わかりません。この間もそういうことがあったんですが、すいません。ちょっと原因不明です。原因不明。人をさばいてることが多いことに気づきました。私も許す人になりたいです。誰が原因でしょうね。キューちゃんみたいな父親が良かったです。イエス様にたくさんの愛をいただきました。近づいた時音がする。こうすると音がする。こうすると音がするかな。画面に近づくと音がする。ちょっと画面から離れた方がいい。イエス様はとても優しいと思った。ちょっと離れればいいってこと。じゃあちょっと離れましょうか。ちょっと離れたら音が消えるかどうか。変わらない、変わらない。プラグの接触不良。イエス様の愛で癒されました。線を手で持ったら消える。線を手で持ったら消える。ちょっと線を持ってみましょうか。線を持ったら消える。両手を上げたら治る。両手を上げたら治る。イエス様は見守ってくれていると思うようになりました。 No Jesus, No Life。 神の愛の人生を生きたい。雑音よされ。今マイクが祈るよ、治るように祈ったらちょっと治りました。イエス様の治りましたか。治った。はい、神の愛は変わることがありません。
はい。福音が必ず訪れると思うようになりました。教会に通うのが楽しみです。イエス様は心が広い神様だと思いました。イエス様こそが救い主、イエス様の皆によって雑音をされ、雑音をされ、イエスキリストの皆によって雑音をされ、この放送で教会に興味を持ちました。教会は愛に満ち溢れたところです。仕事でやる気が起きません。どうしたらいいですか？イエスキリストを信じてください。イエスキリストを信じてください。イエス様の、イエス様を呼んでください。イエス様の名前を呼んでください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。イエス様の愛をしてからずっと愛をくださっています。イエス様に祈るときは一番幸せです。初見です。この放送を見たら長年続いた頭痛が治りました。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージいきます。イエス様のおかげで病気が癒された。ですね、もう一回ちょっと書きましょう。今日8時からリレー放送がありまして、犬さんという方なんですが、リレー放送があります。そして犬さんは旧約聖書をずっと説明してきたんですけど、今日から新約聖書の話をします。ぜひですね、犬さんの放送を聞いてみてください。はい。それではファイナルメッセージいきます。今日の、テーマはですね、結局イエス様が招いてる、すべての人を招いてるということですが、そして、一人一人をこうですね、放任しているような感じで待っているのではなくて、本当に一人一人もう神様の愛でこう導いて待っている、愛して待っている、無理やり、救おうとしないで、一人一人の自発的な思い、自由意志を尊重してですね、真摯のように待っているという話ですね。イエス様は皆さんを愛していて、本当に真摯のように招いてるんだということですね。ぜひ皆さん、私たちは、このイエス様の愛を感じるべきです。イエス様の愛を知るべきです。イエスキリストを信じた人は、
油すぎを通してイエス様の愛を感じています。イエス様の愛を感じていますが、しかしまだイエス様を信じてない人は、自分は愛されてない、 誰も自分を愛してくれない、家族も親も愛してくれない、友達も愛してくれない、誰も愛してくれないと、そういう寂しい思いをしているかもしれません。しかし事実は違います。事実は全ての人が招かれていて、全ての人が愛されているのです。愛されているけどまだ愛をこう感じていない、愛されているけど愛を受け取っていないという感じでしょうか。ですから皆さんに、ぜひせっかく愛されている、愛してくださっている方がいるわけですから、その愛を信じてください。その愛を受け取ってください。愛されてください、ね、愛されなければ、ね、愛されていても、愛されていても愛されなければ本当にその愛を知ることができません。クリスチャンになるということは、クリスチャンになるということは、その神の愛を受け取ることです。どうぞ愛してください。私を愛してください。あなたの愛を知りませんでした。どうぞあなたの愛で愛してください。これがクリスチャンと言えるでしょう。皆さんも誰でも愛されるんです。私も愛されているんですか。愛されているんです。愛されているんです。愛されているということが分かる方法はイエス・キリストを信じるのです。イエス・キリストを信じることによって愛されるのです。愛されてないと思っている人は、その愛をまだ受け取ってないということですね。愛されてるけど受け取ってない。ですから愛されたい方は、ちょっとアンケートを取ってみましょうか。皆さん愛されたい方、1を打ってください。嘘吹いて愛されたくないという人がにですね、全ての人が愛されたいはずなんですが、愛されたいと素直に言う人が1、嘘吹いて意地張って愛さなくてもいいと思う人が2ですね。はい、愛されたい人1です。わお、皆さん正直でいいですね。半分以上の人、 53% 53% の人は愛されたい、正直ですね、正直。はい、皆さん、その愛されてるということを、知りたい方、本当に神が愛してくれてるのか、本当に神は愛してくれてるのかと知りたい方はこう言ってくださいね。こう言ってください。イエス様、愛してください。イエス様、愛してください。愛を受け取ります。そう言うんですよ、ね、言うと本当にそうなるんですから、ぜひ言ってください。イエス様、愛してください。イエス様、愛してください。愛を受け取ります。愛を受け取ります。あなたの愛を受け取ります。愛してください。皆さん、愛されるチャンスですよ。本当の愛で愛されるチャンスです。皆さん、このチャンスを逃してはいけません。大きな声で言ってください。大きな声で言ってください。イエス様、愛してください。あなたの愛を受け取ります。あなたの愛を受け取ります。愛してください。愛してください。もう親札の人はもう心で言ってもいいです。心でもね、親札だったら心で言ってください。心で言いましたか、言いましたか、言いましたね、言いましたね。で、私祈りますからね、もう愛が流れてくるということをね、こう期待してください。愛が心の中に流れてきます。本当の愛が流れてきます。本当の愛が流れてきます。イエス様、あなたは私たちを愛しています。全ての人を愛しています。心を開いて受け取るならば愛が流れます。イエス様、愛を受け取ると言われました。どうぞイエス様、愛を注いでください。今求めている人たちに、今、愛されてほしいといった方々の心に、
愛を注いでください、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 今注いでください、今注いでください、豊かに注いでください、愛を注いでください、愛を注いでください。イエス様、どうぞあなたは愛しておられます。大きな大きな愛で、大きな大きな愛で愛してくださっています。どうぞ愛を注いでください、愛を注いでください、今注いでください。愛を受け取りました、愛を受け取りました。満たしてください、あなたの愛で満たしてください、あなたの愛で満たしてください、あなたの愛で満たしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さん、求めれば与えられます。求めれば与えられます。本当に心から求めた人は受けますので、期待してください。これからイエス様の愛が注がれていきます。注がれてきます。満たされます。心が満たされます。食べ物では満たされません。お金では満たされません。人間の愛では満たされません。この世のものでも、この世のものでは満たされない。本当の心の上かき、イエス様の愛だけが、イエス様の愛だけが本当に皆さんを満たします。もう神様の愛以上のものはないのです。神様の愛以上のものはないのです。最高のものなのです。最高のもの、最高のものをイエス・キリストを通して受けることができるのです。皆さんは求めました、求めました、祈りました。皆さんは受け取ることができるのです。最高のもの、最高のもの、神の愛でしか皆さんを満たすことはできないのです。物では満たすことができません。欲では満たすことができません。お金で満たすことはできないのです。最高のもので、本当の愛で、本当の愛で満たされます。イエス・キリストから来ます。十字架から来ます。どうぞ皆さん、神の愛を求めて、神の愛の中で歩んでください。神の愛の中で歩んでください。そしてそれが本当の人生です。本当の人生ですね。皆さんが本当に神の愛を感じてほしいのです。そして神の愛の中で生きてほしいのです。そして受けた愛で、今度は皆さんが家族を愛し、隣人を愛してほしいのです。楽しかったです。また来ていいですか？もちろんです。毎晩やってますから。土曜日は朝だけですが、ウィークデーは毎晩やってますので、ぜひ来てください。そしていろんなテーマで話します。皆さんが学べば学ぶほど、皆さんは、成長します。そして神様にあって祝福されます。人間にとって一番大事なことは、イエス様に祝福されることですね。霊的に祝福されることです。そして神の愛を受けることはなんと素晴らしいことでしょうか。どうぞ皆さん、求め続けてください。満たされ続けてください。神に祝福されるということをぜひ知ってください。物ではありません。お金ではありません。この世のものではありません。神様の愛が本当に必要なものなんですね。神様の愛で満たされる、これがいかに大事なことかということですね。はい、ありがとうございました。愛は裁かず、ぜひ多くの人を裁かないで愛してください。ありがとうございました。また明日、おやすみなさい。おやすみなさい。シャローム、シャローム。おやすみなさい。ハレルヤ、アメン、アメン、アメン。